こんにちは、こんばんは。今回はですね、ちょっとした動画ですけれども、一種類の水草にですね、フォーカスしてお送りしたいと思います。こちらの、すでに映っている水草ですけれども、こちらのですね、ボルビティスヘテロクリタカスピダータという、ちょっと長い名前なんですけれども、普段はですね、ボルビティスのカスピダータと、自分の動画では、呼んでますけれども、こちらの水草ですね。この辺からですね、こう撮影してみたら、結構特徴的というかね、印象的な姿をしているので、ちょっとね、一本の動画でご紹介してみようかなと思って、撮影を始めたんですけれども、ボルビティスのヘテロクリタというのは、何かと言いますとですね、同じく観賞用水草のね、ジャワファンという、シダの、仲間ですね。あれがボルビティスのヘテロクリタということらしく、ボルビのね、ヒュディロティとか、そういうのより、そのジャワファンとかそういうのに近い水草なのかなと、思いますけれども、同じくですね、こういった小ぶりの、ボルビの、これよりね、さらに小さいベビーリーフという、種類がありますけども、あちらの学名が、ボルビティスヘテロクリタディフォルミスという、学名だそうです。でですね、こちらの、カスピダータですけども、導入したのがですね、だいたい2年ぐらい前に遡るかなと思います。もうちょっと前ですかね、2年半前とか。に遡るんですけども、導入するときにですね、結構迷いまして、1年ぐらいね、お店の方で見かけてからずっと導入しようかどうしようかと迷ってたんですね。で、それというのが、お店で見るのが、水上用で、これが果たしてその水中で、水槽で、水中用としてね、維持できるのかどうかっていうのが、不透明というかよくわからなくてですね、お店の方に話をいろいろ聞いてもですね、結構店員さんによって言うことがこうまちまちというか、水中で行けますとか行けませんとか、それからその水中化できるけど、どの程度ね、手間がかかるかということで、うちはですね、その放置、寄生アクアリウムといってね、放置してしまうので、それで果たしてスムーズに水中ができるのかっていうのが、ちょっとね、怪しかったので、なかなか手が出せなかったということがあったんですけども、実際に導入してみて、その水上用で導入したんですけども、普通のね、一般的なこうスペックの水草水槽というかね、CO2 とか添加していればですね、スムーズに水上用の方から水中用に、水槽のね、環境に、適応するかなと思います。で、ここにね、入りきらなくなった、増えて入らなくなった、カスピダータをですね、一応 CO2 無添加の水槽の方でも試してるんですけども、そちらで、すぐにね、枯れるとかっていうことはなくて、普通に維持はできていて、じわじわ増えてるような、増えてないようなという感じなんです。現状維持という感じなんですけども、そのね、水上用で買ってきて、いきなりその CO2 無添加の水槽に突っ込んでしまうと、そこで水中化するのかっていうのは、ちょっと、自分は試してないのでわからないんですけれども。そういった一応、予備情報としてね、お話ししてみましたけれども、この今引きの絵で、見てますけどもね、これ増えた水中葉のね、何株かをこう1本の小さい、枝流木にね、こう縛って、それでこういう姿になってるんですけど、ちょっと、水槽内でね、実際にどういう雰囲気なのかっていうのをアップでね、ご覧いただこうと思いますけども、こんな感じでですね、かなり小ぶりの葉っぱがですね、こう枝か、茎からですね、こう葉っぱがこう結構密な感じでニョキニョキ伸びてきて、結構ね、独特の姿かなと思うんですけれども、
水上葉はですね、これよりもっとこう葉っぱがもうちょっと大きいというか、なんとなくこう雰囲気がね、また違うんですけども、水中葉になるとまあこういう感じで、やはり同様にですね、ボルビなんかと同様、深緑で、透明感のある葉っぱという感じでね、なかなか綺麗かなと思いますけれども、で、こう下の方行きますとですね、まあこんな感じでですね、まあ暗いところでもね、こうやってこうニョキニョキ、ちっちゃい葉っぱを出して、この環境にね、適応しようとしているこう佇まいが、なかなかいいかなと思うんですけどもね、こう、まあこっちの下の方行くとですね、こっちの方行くと、まあ葉っぱ、これもともと多分ついてたのが傷んだり、枯れたりして、で、こう今、坊主になってると思うんですけど、茎だけあるという感じですけどもね。なんとなくですね、まあこの明るさの目安というか、こんくらい明るければ、まあ適応して葉っぱも出しますよ的なね、感じでご覧いただければいいかなと思うんですけども。ちょっとピントが難しいですかね。はい。こっちのね、今、左側の方にもこう、ちょっと暗くて映んないかもしれないですけど、まあ、このくらい暗くてもですね、こうなんとなくこうニョキニョキちっちゃい葉っぱをこう出して、このね、まあ、ちょっと無茶な環境でも、その環境にこう馴染んでる、こう頑張ってるね、こう風情を感じるというか、頑張ってる姿に風情を感じるというか、そんな感じですけどもね。まあ、こうしてですね、逆光で見るとですね、こう葉っぱをこう透けて通ってくる光のこう透過色というかね、緑色が、鮮やかですけれども、こっちの下にはですね、この辺が、まあ、テネルスがね、わさっとこうあってですね、でこのボルビのカスピダータ越しに、遠くにまあ有形そうだのなんだのがこう見えるという、こんな雰囲気でしょうか。で、ここにはですね、もともとここには置いてたわけじゃないんですね、このカスピダータは。ちょっとまた方向を変えてこう撮ってみますけどもね。これね、こうハリボテみたいに、あれなんですよね、こうペラペラなんですよね。こう茎が光に向かって一直線に伸びて、そこから葉っぱがニョキニョキ出てるだけで、厚みが全然ないっていうね、こっちから見ると。で、奥に、まあ、ミクロソウとかがねありますけども、もともとはですね、この水槽の、今何にもここないですけども、何にもというか他の草に置き換わっちゃってますけども、もともとですね、この辺に、水上葉のね状態で導入して、で、ここでまあ水中化していってですね、で、まあ、水槽のあっちやこっちやにですね、都合のいい場所に移動させてったっていう感じなんですけども、ここの辺にですね、普通のこっち、ボルビですね、ボルビのヒュディロティが、見えますけどもね。はい。まあ、ちょっと比較してみていただければと思いますけども、先ほどのカスピダータと。このボルビはですね、ギニア産の、まあ、ギニアンボルビと言われるやつですけどもね、普通のヒュディロティより葉っぱの切れ込みがね深いとかこう言われてますけども、まあギニアンボルビといってもね、いろいろまあその入ってくるこう瓶とか株によって様々だと思うので、まあギニアンボルビだからといってギニアンボルビらしい形をしてるとは限らないのかなと思うんですけども、で、この辺にこっちも、普通のボルビの、新芽ですね、これは。ゼンマイみたいにこうくるくるになってるのが見えますけども。こっちの枝流木にもですね、カスピダータがあると思うんですけども、これまあね、流木にくっついていて、周りがこうブセだと、まあこんな雰囲気ですね。はい。ブセの中にね、紛れ込んでいるカスピダータが見えますけども、ちょっと見づらいですね。
ちから撮った方がいいかな。はい。こんな感じですね。まあ、適当にですね、暗い場所というか、その流木のね、隙間とかそういうところにこうどんどん突っ込んでいけばですね、そこでまあこう環境に馴染んで、まあ光の方を向いてね、こういうまあ姿で馴染んでくれるのって、扱いやすいというか、はい、何でしょうね、大型の水槽ですと、まあその水槽を眺める距離感がまあある程度引きになると思うので、そうなるとね、こういうまあ全体にこう小さい、小作りなね、水草なので、大型水槽だとこうあんまりひょっとしたら目立たないのかな、入れてもね、色も地味ですし、葉っぱも小さいですし、存在感があまりこうないので、大型のね、水槽、大きい水槽だとそんなに目立たないかもしれないですね。なんでまあその、こっちにもありますね、この流木の奥に、ちょっとまあね、こう暗がりに溶け込むような感じで、まあ、こういうのもこのブセじゃないですね、カスピダータ、ボルビティス全般的にね、こう半透明で暗緑色なので、こう薄暗がりでこう暗闇にこう溶け込んでいくような雰囲気が、楽しめるんじゃないかなというか、カスピダータもね、同様にちょっとこう暗がりだと暗闇にね溶け込んでいくような、風情がありますけども、そのまあ大型水槽だと引きの距離感で眺めることになるので、あまり目立たないんじゃないかという話をしましたけども、逆にそのまあね、こういう小さい水草で、そんで成長しきってもね、バカでかくにならないので、逆にその小型水槽で、まあ、陰性水草とかね、楽しまれてる方にはすごくこう最適なというかね、おすすめの水草なんじゃないかなと、自分は思ったりするんですけどもね。はい、こういう感じで、でまああと、その草の姿ですね、好みがまあ分かれるのは、まあ何でしょうね、独特というか、普通のボルビーのヒュディロティっていうのは、茎がね、光に向かってこうそんなに一直線に成長したりせずにですね、暗いところでこう、這いつくばってね、茎は成長していくかなと、なんとなく思う、そういう印象なんですけども、このカスピダータはですね、ちょっと、ご説明しますと、まあ、ここが、分かりやすいと思うんですけども、これ、まあ、茎ですけども、茎がもうとにかくね、光に向かってこう、まっすぐにこう伸びて成長していくんですね。で、こっちに行ってるのは、これはなんでこうなってるのかな、多分他で成長したものを他で収まらなくなったのをこっちに持ってきてこの流木に縛り付けたので、こっちを向いてるんだと思うんですけど、まあとにかくこう明るい場所に向かってね、茎がこう成長してって、でそっからこうなんでしょう、今度はこう垂直方向に、葉っぱがこうニョキニョキ密に生えてくるという、まあそういう姿をしていて、何でしょう、光に対してこう貪欲というかね、無駄なくですね、成長していく感じというか、こう植物のね、こう曲線とかそういうこうぐにゃぐにゃっとした感じじゃなくて、こう直線直線みたいな、こう無駄のない、ちょっとねこう幾何学的なというと変かもしれませんけども、整理された、なんとなくこう造形をしていると思うので、そういうところがまあ好みが分かれるのかなというか、はい、その自然感っていうね、まあ言い方がどうかどうなのかちょっと、微妙ですけども、自然らしさとか自然っぽさみたいなのを考えた時に、この無駄のない整理された草の雰囲気というか作りというか佇まいが、どうなのかなという。
その辺はまあそれぞれ好みで、あれしていただければと思うんですけども、そうですね、先ほどのその流木の隙間とか適当なものなんかの隙間に突っ込んどけば、そこでこう、じわじわね、成長してくれて、そこの場所の環境にこう適応して、こう光をねこう強く求めていくっていう性質で、その何て言うんでしょうね、その場所の明るさとか光の向きとか方向とか、すごくこう如実にこう反応され、するような育ち方というか、そのね、その場所だけのこう育ち方をちゃんとしてくれるっていう感じが、何でしょうね、その、環境にねこう馴染んできた時にこう眺めてみると、時間をね、こう経た感じというか、経年感みたいな雰囲気をこう演出してくれるんじゃないかなと、思いますけれどもね。ちょっと自分で何を言ってんのかなって分かんなくなりましたけども、なんやかんや、話が、長くまたなってしまいましたけれども、今回はですね、ボルビティス・ヘテロクリタ・カスピダータという、そんな水草について、ちょっとお話ししてみました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。